投げろ、よっしゃーみたいな感じです。ピッチャーが1回、2回とこっちを見て、キャッチャーに向き直した瞬間にスタート。このピッチャーの動作を完全に読み切ることが三投の必須条件なのです。そこの絶対の自信っていうのは 何なんだろうなと思って。俺三投しないもん。いや僕は怖いですよ。怖いですよね。普通に怖いです。その、まあ、ずっと2回しか見てないのに走る時だけ3回見てきたらどうしようとか思うんですけど、みんなみたいな感じです。投げろ。よっしゃーみたいな感じです。